东京奥运开幕剩不到一个月，东京都厅宣布大家长东京都知事小石百合子延长休养期。東京都は昨日夜、医師の判断により数日間延長すると発表し、入院した日のワクチン関連の会議では声がかすれる場面もありました。根据小池身边幕僚表示，小池身心双重过劳。日媒研判，小池抗议一年多，再加上举办冬奥压力山大，添上重担导致疲劳，一口气大爆发。まず東京都の小池知事がさらに数日間静養を続けることになられたと承知をしております。しっかりと静養し、公務に復帰していただくことを懸念をしている、願っているところであります。东京奥运群龙无首，疫情威胁也还没结束。为了防堵 Delta 变异病毒，日本祭出更严格入境防疫规格。印度、巴基斯坦、马尔蒂夫、尼泊尔、斯里兰卡和阿富汗六国选手七月一号后入境日本，得检附连续七天的阴性新冠病毒检测证明。另外，之前一连串紧急宣言拉抬日本电视、电子产品大热销，现在冬奥开幕在即，日本人想在家安心看奥运，不止高档液晶电视卖翻天，搭上奥运热潮，现在奥运工艺品折扇也涌入爆量订单。一年延期になりましたよね。で、やるのかやらないのかっていういろいろありましたけど、絶対成功してほしい、必ず成功してほしいっていうような思いで、私も作ってね、成功裏に開催してほしいなと思ってます。そういうことはないように万全の体制で開催してほしいなと。东京奥运即将开幕，东京能否持续挡下疫情也成为重要关键。 TVBS 新闻综合报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。